ヒューネックス。ドラマティッククリエイト。エフェメラル、ファンタジーオンダーク。いいよ、始めようか。どうかしたの？おばあ様、お伺いしてもいいですか？あら、何かしら？先ほどのおばあ様の言葉、一緒に生きてほしいとは誰に向けた言葉だったんですか？そうね、最後だし、懺悔代わりに聞いてもらえるかしら。私の体のことよ。私が一番よくわかってるわ。私ね、愛する相手がいたの。あなたにとっては、ひいおじいちゃんね。とても素敵な方だった。優しくて、明るくて。そして、好奇心旺盛な方でもあったわ。なんて言ったって、閉鎖されたこの町に知的好奇心だけで忍び込んできたんだもの。それって、つまり…彼はゾンビじゃないの。多種族の方だったわ。話でしか聞いたことのないゾンビを見てみたかったから、なんて言って。うちの納屋に隠れていた彼を見つけたとき、私はそりゃあ驚いたものだったわ。最初はね、町長さんに引き渡すつもりでいたの。でも彼の話を聞いているうち、どんどんその話術に引き込まれて、彼はこの町しか知らなかった私の世界を広げてくれたわ。私は彼を引き渡すのをやめて、そのままうちの納屋にかくまったの。それからは
幾度となく仰せを交わしたわ。彼は人目を避けて町のあちこちを巡っては、たまに町の外に出て、私のびっくりするような話をいくつも持ってきてくれた。いつもどうやってこの町に忍び込んでいるのか、何度聞いても教えてくれなかったのよね。幸せだった、とても。私たちが深く愛し合うようになるまで、それほど時間もかからなかったわ。私が彼との子供を産んでからは、一緒にこの町を出て、外の世界に行こうという話もしていたの。私には彼の、フレッドのいない生活なんて考えられなかったし、彼もそうであったと信じてる。だけど。ユリア、ユリア、開けてくれ。急に別れたいなんてどうしてなんだ。俺が何か気に障ることでもしたのか。子供だっているのにこれからどうするつもりなんだ。なあユリ。帰って、帰って、そしてもう二度と来ないで。私を憎んでくれていい。だからお願い、二度と私の前に姿を現さないで。私の劣化が始まってしまったの。私は醜くなっていく自分を彼に見せたくなかった。嫌われるのが怖くて、何も話さず彼を突き放したのよ。愛していたからこそよ。あなたももうわかるでしょ？愛する者に醜い姿をさらす恐怖を。私は弱かった。そして、卑怯だった。嫌われる前に、先に彼を嫌ったの。彼が離れていく前に、先に私から離れたの。彼を信じきることができなかった。私は、彼を裏切ったのよ。でも、彼と離れて襲ってきたのは、耐え難いほどの後悔と孤独だった。その後悔と孤独から目を背けたくて、私は必死に子供を育てたわ。その子供にもまた愛する者ができて、子供を産んで。でも、醜くなっていく現実に耐えられずに、愛した者と一緒に自ら命を絶った。残された孫もまた成長し、誰かを愛することを覚えて、また子供を残して行ってしまった。私は、最後に残ったあなたにだけは、私を置いて行ってほしくなかった。もう一人になりたくなかった。置いて行かれるのはもうたくさんだもの。だから、幼い頃から、この体はただの器で、すぐに醜くなるんだと何度もうるさく話したの。そして何も教えなかった。恋も愛も誰かを好きになる喜びも、あなたに知識を与えなかったのは私のエゴなのよ。いいえ、知識だけじゃないわ。私はあなたから友人さえも奪った。うちの中に閉じ込めて、できるだけ周りと関わらないように。だからあなたが町を抜け出して魔女の森へ行っていると知った時、焦りとともに怒りさえ湧いてきたわ。
私をまた置いていくつもりなのかと、怖くて寂しくてたまらなかった。そうね、きっとあなたは絶望を覚えても、私が生きている限りは自ら死を選ばない。あなたの性格を考えればわかること。私はひ孫のあなたですら信じきることができなかったのね。もう一度信じてみてもいいんじゃないですか。え？おばあ様の愛した多種族の男性はもしかして透明人間じゃありませんか。あ、そうよ、よくわかったわね。僕も透明人間ですから、わかるんです。どういう意味かしら？透明人間は300年ほど生きた後、その姿を完全に隠します。それでも、同種族にだけはわずかながらに存在がわかるんです。彼女は僕が姿を隠しても僕の存在を見つけることができました。ずっと不思議でした。どうしてわかるのかと。だけど彼女はひいおじい様の血を引いていたんですね。うん。僕もその時は知らなかったんだ。両親からではなく、その前の世代の種に特性が影響される、覚醒遺伝があることを。過去文献を読み漁って、この長い長い歴史の中で、似たような事例はたった2件だけ。まさか君が、檻に囲まれていたゾンビから、その3例目が出るなんて思いもしなくて。関係ないと思って調べた内容を今まですっかり忘れていたんだ。でもおばあ様のお相手が透明人間だって知ってやっと結びついたんです。おばあ様、僕はずっとそこに気配を感じていたんです。そこ？いますよ、おばあ様のすぐそばに。姿こそ見えませんが、あなたにずっと寄り添ってる透明人間がいるんです。嘘よ。
嘘じゃありません。もはやそのぬくもりを感じることもできないほど不可視の存在ですが、おばあ様のそばにずっといます。あ、そんな、フレッド、あなたそこにいるの？私ずっと気づかないで。ああ、フレッド！フレッド、臆病で卑怯だった私を許して。本当はあなたのこと一瞬たりとも忘れたことなんかなかった。ごめんなさい、もう二度とあなたを裏切らないって約束するわ。たとえまたゾンビとして生まれ変わったとしても、今度こそ必ずあなたのそばを離れない。おばあ様は言ってしまったんだよ。でも最後にやっと愛した相手に会えたんだ。おじい様や君に看取ってもらえてとても幸せだったと思うよ。ほら、最後は笑って送り出してあげよう。おばあ様が心配してしまうから。いいよ。僕は君を支える。君に支えられて僕が立っていられるのと同じように。だから、笑おう。